vestiva.今応援監督の花尾に対する声が今マイクを通じてことができました。さあその後どのぐらい終盤に追い上げられるかというところです。10位で国士舘大学西野和也、そして東洋大学3年生の木本大地、今2人が国士舘の西野を前にして坂橋のポイントを通過していきます。2チームが今ほぼまとまっていきまして、ここまでが10位ということになります。個人の順位、坂橋の通過で見てみましても、やはり創価大学の島津が一番いいペースで来ています。順天堂の石井も先ほどペースが上がったように今2番手に来ました。先頭を行く飯田が3番目に、ここまでの通過メンバーの中では上位3番目にいます。早稲田の1年生の石塚春人、早稲田が今12位で坂橋、なかなかその早稲田が浮上してこないというところはありますが、瀬尾さん、1、2、3区に主力メンバーが起用がありましたので ね、うん、そうですね、黒でこれが、ね、少し痛かったですね。そうですか、君ですね。この石塚は出雲駅伝の4区で区間賞を取った力の選手でもあります。あ、流れよ、そして、ね、その山梨学院の後にはオープン参加の関東学生連合チーム、上武大学の3年生村上光大です。上武大学は予選会はチームとしては14位です。95回大会が上武大学チームとしての最後の出場になっています。その時以来のチームとしての出場を目指してきましたが、今回も予選を突破することはできませんでした。そしてその後ろに3チーム、明治と神奈川と日体大、この3チームが来ました。明治大学の小澤大輝、そして神奈川大学の小林雅人、日本体育大学は1年生です、バケス高取。そういえばスタジオゲストの神奈川大学 OB の鈴木健吾さん、はい、大吾監督は僕の山登りも非常に期待する選手を控えていると、そんな話も聞いたんですけれども。そうですね、すごく僕は期待できると言っていたので、4区でここで少しでもこう前で助けを渡してもらえたらなというふうに思います。そうですね、はい、さあバイクどうぞ。はい、集団が2つに分かれました。前、5位争いをしているのが順天堂大学の石井、そして創価大学の島津、そして7位争いということになりました中央大学、そして駒澤大学です。中央大学の中野、そして駒澤大学の花尾がこの7位争いということになりました。先ほど順天堂大学の石井に対して長崎県監督からは大きな声がかかりました。いいぞ、区間賞争いだ、今走っているその島津と区間賞争いだというふうな声がかかりまして、そして島津と石井ともにペースが上がりました。そしてあっという間島津が前に出ようというところです。この2人での区間賞争い、さあ島津が前に出た、さあ島津が前に出た、石井そして島津の区間賞争い、そして追い争い、この熾烈なつばぜり合いです。一歩前に出たのが創価大学の島津です。第98回箱根駅伝です。その夢中は突然やってきた。
選手が目指す城下町小田原です。4区が終わりますといよいよ山登りが始まります。町から海、そして今度は山へと向かっていく箱根駅伝、今往路5区間のうちの4区の終盤まで来ています。山の玄関口の小田原、まもなく選手が向かっていくところです。ではその小田原中継所の様子を聞きます。伊藤さん。相模湾を流れながら肌で山の冷気を感じる小田原中継所。東京オリンピック 5000m 代表順天堂 OB 松枝博輝選手、 3000m 障害代表法政 OB 青木龍馬選手、2人はいずれも5区の経験者です。さて5区を走る注目ランナー、先頭青山学院は1年生若林博輝が走ります。青学の1年生が5区を走るのは12年ぶり、チームメイトは絶好調と話していました。そして帝京は前回区間賞細谷翔馬、笑顔で準備を進めていました。そして前回往路優勝のテープを切りました創価大学のキャプテンも黙々と三上が準備を進めています。さあこの後98回目の山登りが始まります。さあ山が近づきつつあります。札幌ビール新春スポーツスペシャル第98回箱根駅伝です。もっと美味しく札幌。どこへ進んでいくの？今お酒はそう言われている気がします。見えないスイッチを押したように時間の使い方が大きく変わっている。その時お酒はどれだけ人に寄り添えるだろう。その一杯をもっと誰かの力に。もう一度お酒を開拓する。誰もやらない、誰もやれないことこそ面白い。作ろう新しいお酒の形を。広げよう新しいお酒を楽しむ場所を、時間を。開拓しようお酒の可能性を。誰かの一番を誰よりも一番に。私たちから札幌。メンズ TBC。 メンズ TBC ってさ、利用者数ナンバーワンで通いやすさもナンバーワン、満足度もナンバーワンなんだって。なんで？なんで優先してんだよ。男をもっとクリーンに。メンズ TBC。 メンズ TBC って利用者数ナンバーワンで通いやすさもナンバーワン、満足度もナンバーワンなんだって。ラーメン屋？その麺の話じゃないよ。男の麺。男をもっとクリーンに。メンズ TBC。 ナイスメン。チャレンジ有権。お家でリンパケアを始めます。溜め込まない体を目指したいなと思います。なんかだんだんコツが分かってきました。変わる自分、楽しむ有権。チャレンジ有権。食生活アドバイザー目指します。20代のうちから食生活について考えるっていうのは大切ですよね。真剣に学ぶ人って最初ですよね。変わる自分、楽しむ有権。そう、鹿児島津が帝京大学を捉えました。ノイ帝京大学を捉えた10位過ぎからこれで4位に浮上します。創価大学が4位浮上。さあこれで7人抜いてきた。18キロを過ぎまして順天堂大学の石井和樹を突き放す。一気にギアを上げました。創価大学を浮上します。さあ帝京大学9年生の寺島圭一、その島津の横に今並走する格好になりました。だらしますが一歩目を前に出ようというところ。さあ創価大学の始末、区間賞に向けて前回はこの4区は区間2位でした。10区では区間記録を持っています。さあこの4区での区間賞というのも達されて、そして順位も上げようという始末の話です。はい、帝京大学今創価が逆転したんですが、平塚中継所では2分26秒の差がありましたが、それを逆転しています。1号車どうぞ。今原監督です。今原監督がキャプテン飯田に声がかかっています。全日本大学駅伝ではアンカー対決で、笑顔でタスキを渡そうと声をかけています。原監督にも負けた時にも声をかけてもらってありがたかったと言っていた。もう口が開いているキャプテンの飯田。攻めの
走りをしたいと言っていましたが、渡辺さんいかがですか。そうですね、十分あの攻めの走りが、ね、できていると思いますね。この4区っていうのは意外に肝なんですよね。ここの、はい、あの、アップでもあります。距離が、ね、長くなりましたからね、はい、ここで区間順位を落とすようなことがあるとデータ的にですね、はい、あの往路の上位につながってないんですよね。そうですか。だからこれだけこの、あの4区っていうのは肝で、肝な区間なんですよね。しかもこの後1年生が待っています。初めての山登り、そして創価大学を追いかけてきますが、この後はキャプテンの三上が待っています。はい、2号車どうぞ。はい、2位の東京国際大学の堀畑圭の箱根デビュー、過去2年怪我に悩まされてきました。朝練の前に必ず補強トレーニングを30分してきたそうです。そのおかげで怪我がなくなったと言っていました。初めての箱根路、ラスト1キロに差し掛かります。国民に遅れないように言っていました。さあ、後ろこの後どっちが待っているここ圭の中西も15秒あたりまで過ぎてきました。東京国際はこの後6区1年生、北学院は現地の4年生。さあ、この横をどんな差で青山学院大学、前回大会直前でキャプテンだった神林さんが怪我、精神的にも柱を失ったと、このキャプテンを受け継いだリーダー振り返っていました。今回は何があっても誰かが補えるチームにしたいと言っていたキャプテン、今最後の箱根、たすきを第一走にぐるぐるっと手に巻きました。ぐるぐるっと巻きました。全員が戦力という意識が青学に浸透したと言っていたキャプテン。さあ、小田原には1年生が待っている、1年生が待っている。青学の伝統、キャプテンから1年生へのたすき手です。戦国時代、難攻不落と呼ばれた小田原城、戦国駅伝と呼ばれた今回、箱根路にまさにフレッシュグリーンの城を築こうとしています。2年前の大分優勝のテープを切った飯田貴之、その時は先輩からトップでたすきを受けました。この後僕は1年生若林弘樹が待っています。そして今回はそのたすきをトップで後輩に渡そうとしています。王座奪還へ、青山学院大学2年ぶりに往路小田原トップを渡す、トップでたすきを渡すそうです。キャプテン飯田から1年生若林に今トップでたすきが渡りました。笑顔でたすきを渡した青山学院のキャプテンは強い。さあ、王座奪還へ、2年ぶりの往路優勝へ、1年生若林弘樹が山に向かって走っていきました。飯田貴之、4年連続で箱根路を走りに来ました。まもなく小田原を迎えます。東京国際大学、2位を守りました堀畑圭吾3年生、大阪の清風高校の出身です。全日本大学駅伝4区11位、チームに迷惑をかけたと言っていたこの堀畑ですが、2位を守ってまもなく小田原に飛び込んでいきます。この後5区は1年生の倉掛響、1年生が待っています。その1年生に今たすきを取りました。3年生がたすきを手に巻きつけました。さあ、2位で東京国際で後ろから迫る国学院大学に追いつかれることはなく、このまま小田原を迎えていきそうです。6年前、箱根駅伝に初出場した東京国際、その時山を登った川田孝也さんは山を走り終え、すごいところまで登ってきたな、そう思ったそうです。6年前と変わらずそびえる箱根の山、しかし今回は往路優勝への大きな山となりそうです。3年生の堀畑圭吾から1年生倉掛響がこの後山に走っていきます。東京国際の往路最高成績は3位、その後ろには國學院の姿を見えている。さあ、往路最高成績を更新するか、東京国際大学今2位で襷リレー、先頭青山学院とは1分37秒差、そして國學院も来ました。今中西大学からドンジタクロー今スタート、最後の山登りに國學院大学ドンジ笑顔で走っていきました。3位で國學院、先頭青山とは1分46秒差。はい、どうぞ。たすきを手に取りました。ここで帝京大学の4年生、安川健一が前に出た。さあ、足元を懸命に腕を振る小田原中継所が近づいてきた。さあ、この争い、4位争いはこちら、決着か。さあ、4月の今、小田原中継所に向かっていきます。4位で帝京、そして創価大学が来ました。前回往路優勝の島津、前回往路優勝の創価大学、その創価大学の強さの象徴、島津雄大、両腕を懸命に振る、これが魂の走り。しかし4年生の寺島圭一、帝京
た。キャプテン三上雄太が待ち構える。さあ帝京大学今4位で前回区間賞細谷翔馬に襷を渡った。そして前回往路優勝創価も今スタート。そして駒澤大学今金子勇樹に波動から襷を渡りました。そして7位で順天堂になりました。7位で順天堂になりました。この後は力のある鹿間修一が今スタートしていった。そして中央が8位、中央大学1年生の阿部春樹がスタートしていきました。8チームが通過、先頭とは 3.7 秒差。鹿間俊介は先頭3分6秒差でスタートしていきました。8チームが通過しました。さあそしてこの後法政大学が来ました。オレンジエクスプレス法政大学、ラストラスト声がかかった。そして国士舘大健闘、国士舘大健闘節目の50回目の出場、国士舘もこの後待っている。そして法政が来ました。前回順位を2区で落としてしまった川田大平、今川田から細谷大輝に9位で法政が襷が当たりました。川田大平3年生、3年連続の箱根路走り終えました。3号車どうぞ。徳川監督の声かけです。思い残すことは全部ここに置いていけ、お前の2年間を見せろと声がかけられました。2年限定での箱根への挑戦でした。中学体育教師を休職して掴んだ夢舞台でした。さあこの後小田原中継では埼玉県保護中高校時代の生徒でした永井雄二に襷を渡します。かつての先生と生徒、教え子の永井が待っている小田原を目指しています。小田原中継部です。1年生同士の襷リレー、先頭を伸ばすか、石塚から伊藤大志に襷を渡した。10位で早稲田、ここでシード圏内。そして11位で国士舘大学、西野和也から山本大学音。音。めちゃない？いや、早く。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 2022年、今年はどんな大人と出会うのだろう。
自身は天才だコンサートやってお客さんがこう喜んでくれてするとねやっぱり、うん、ああ俺ってすげえのかなって思っちゃう時はさ、うん、ありますよそれはもうしょうがないって今なかなかのもんだなっていうふうに自分では思ってます他人の評価と自分の評価はどちらが大事ですか自分の評価ってのはまあどうってことないっていうか人の評価の方が大事ですかね自分で嫌なことは基本的にやってないはずなんですよねご自分は真面目な方だと思いますか真面目っていうのは堅苦しいものが好き感じがやっぱ好きですよねカクカクしてるものが好きですね人と人が出会うとてもシンプルなことだけどそこから人生の全てが始まっている出会いの数だけ乾杯は札幌心に自由があれば私らしくいられる その夢中は突然やってきた この家と先に行くプラウド野村不動産東京国際大学1年生倉掛純もちろん初めての山登り